ドラゴンクエスト9、星空の守り人。実況者は DL デタルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。よっしゃー、じゃあ続きやっていきましょう。まずはフラグ立てですね。宿屋じゃない、教会の隣に位置するお家に、カラクリ氏がいるっていうことでね、今もうすでに向かってきておりまして、まあ、お話ししてフラグが立つかどうかを確認してから撮影を開始し始めました。で、フラグ立ちましたんで、順調。機嫌を損ねた時のお嬢さんに、なんか、お嬢さんにはこのカラクリ氏しかダメらしいね。どうやらね。そういう仕様らしいね。でもお嬢さんいなくなってますね。まさか探さないでください的な誘拐まさかの誘拐事件。もしかしたらメイドはあれかもしんないね。メイドが犯人だったかもしんないね。魔物かもしんないね。全然話さなくなったって言ってたから、多分これがお姉ちゃんか妹かどっちかだな。元気なくなった時には多分死んじゃったかなんかで元気がなくなっちゃって、それでカラクリ氏のおじさんからきっともらったんでしょうね、人形ね。それがお友達になってるみたいな。へんてこね、黒ギャル、さすが。私はマキナ。お人形？え？あ！マジで？マキナじゃなかったんだ。まさかの人形が生命を宿してしまったパターン。うわ、そっくりだな。果実が落ちてきて、いや、果実を取り寄せて、それを、治るはずはないと。だから、人形に食べさせたんだ。そしたら、なんと、生命を宿したと。ほほう。にしても、本当にそっくりだね。よく作ったね。逆にこんな人形あったら怖いぜ、夜とか。リアルな人形ほど怖いものはないからね。うわ、すご。これはもし、魔物にさらわれたとかじゃないかもね。もしかしたら、こいつ自身が、マウリア自身が北の洞窟に行った説はあるよね。ワンチャンあるよね。どうやって埋めたんだろう。まあ、そこは突っ込まないことにしとこう。なかなかえぐい話になりそうだから、やめよう。にしてもよく人形から人間になったな。すげえな。マウリア。ただその果実は回収しないといけないんで、なんとかしないといけませんね。さあ、黒ギャルが喋る。軽いなぁ、やっぱりな。軽すぎるだろう。ちょいのちょいじゃねえわ。もうダメだ。黒ギャルにはどうしても突っ込みたくなってしまうなぁ。お嬢様の炭素をね、ついつい開けてしまうあたりがね、節操ないですね、自分ね。申し訳ない。さあ、じゃあ北の洞窟ってフラグがさらに立ちましたんで、行きますか。その前に武器だけでも購入しておきたいですね。より強い武器を求めて。あ、こんだけ上がるんだったら、主人公にはつけたいですね。
3くらいならつけなくてもいいかな。ランス、バトルフォーク。フォーク？バトルフォークってあれだよね。ドラクエ8でも俺つけてたよね、多分ね。うわ！つけようぜ。ドラクエ8とかもう相当前だからね。つけよう、つけよう。うお、こ、めっちゃ上がるじゃん、ミリア。キラーピアス、あ。17下がって2回攻撃なら、絶対2回攻撃の方が強いから。ミリアにつけよう。そっか、このシリーズのキラーピアスは探検扱いなんだね。海鳴りの杖、ストロスの杖、麻痺を治す水系の魔物に強い杖。じゃあ海鳴りの杖いくか。いいね、ここら辺の説明がなされるのはすごい助かるね。無知、コン。あ、ここら辺は一応つけない。あー、刃のブーメラン、ここにあるか。いや、お金貯めといてよかったね。まさかキラーピアス買えるとは思ってなかった。でもね、ドラクエ4みたいなね、の、4のアリーナみたいなほどの強さのキラーピアスではないはずなんで。だから無理やり回心率上げればいいのか。シールド、12上がるのか。12上がるならつけた方がいいな。もう大量にお金あるな、余ってるなって思ってたけど、一気なくなったね。鉄仮面、羽飾り、サークレット。15上がるのはつけた方がいいね。ただ、守備力が異常にミリア高いから、そんなに一生懸命つける必要はないよね。7か、厚手の鎧。やっぱ戦士だからこそつけられる防具。ならオシャレのスーツ2つかな。プラースと、トラジャーつけちゃいます。お金はまたいくらでも集められるからね。裏作業得意だから。オッケー、これでいいでしょう。ここら辺の家屋まだ入ってないんだよな。物色してないんですよね。まあ裏でやるか。なんか小さなメダルを結局は後々集められるっていう話を聞いたんで、一生懸命探さなくてもいいよねっていう話になった。街出るのもめんどくさくてルーラー使うあたりな。ほんとすいません。ほんとすいませんだね。性格がもうバレるよね、いろいろとね。ほんとにね、めんどくさいのだけは嫌いなんですよね。効率中なんですよ、ほんとに。効率を求めるやつなんですよ。効率の悪い作業とか見てるとね、ダメなんですよね。ついついね、横から口を出したくなってしまうんですよね。出さないけど。いつも一人で悶絶してますね。うおーって。めちゃめちゃ悶絶してますね。フラグ？お、荒くれか。これは普通に人間の誘拐事件だったんだね。さあ、じゃあ軽く戦っていきましょうか。まあ盗賊自身のね、あれが低いんですよね、攻撃力がね。ゆえにそんなに攻撃力が上がってもダメージはない。不気味な閃光。アサシンアタック、あ、ガンガン行こうぜになったからか。そっか。メディア素早くしてあげた方が、これは戦況が良くなりそうな気するんで、疾風のバンダナを一旦変えて、キャラ編、キャラ編、疾風のバンダナをつける。20でもちょっとはマシなんじゃないかな。敵多いな。しびれクラゲ、違う、あれは何だろうな。に、デッドペッカーに。しかしこちら裏側だった。
こういうことでいいんだよね。あ、違う、座れた。なんかお花出てるけど。今からやられると気づいてないあたりがさすがにお人よしですね。誘拐犯だけど。あ、逃げたんかい。で、これで下に行けるようになりましたってことね。デッドペッカーはもういいって。あ、うん、あ、お、魔法に弱いんだな。ミディアもガンガン行こうぜじゃなくて、MP 使うなとかにした方が有効かもしれないですね。わかんないけど。とりあえず入っちゃいましょうか。しかしこちらは裏側だった。出ました。誘拐は明るく元気よく。倉庫。こっちは？いや。知らないやつ入ってきたんだから。てかすごいな。牢屋あんな無理やりこじ開けたのか。なんつ力の持ち主だ。やっぱ、魔王、魔力、うん。やっぱなんかあるな。あの果実はやっぱりなんかあるんだな。力を引き出すみたいなのがあるんだろうね。魔の力を引き出すみたいな。縦札多いな。メタルハンターが住み着いている。あ、メタルハンタークエスト確かあったよな。二股に分かれてるか、どっちだろう。どっちかが宝箱、どっちかが、おお、ナイス、ナイス、ナイス。ヘバイス。メタルハンターをどうしろっつってたっけ。ハントするだけでいいんだっけ。祈祷師はもう戦いません。早くはぐれメタル狩りしたいな。この辺に宝箱あるか。おう。ないね。じゃあ、これ取って。先に進みましょう。じゃあここで終わっちゃおうかな。これ、サンマローの北洞窟探索してるの、いいでしょう。いいよね。おっとっとっと。じゃあ終わっちゃいます。はい。で、ある程度物語が進みそうなところからスタートさせていただきますね。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。